今週も楽しくおしゃれに。福岡からは西九州自動車道唐津インターチェンジを降りて10分のサガロイヤルゴルフクラブ。今回の GDO オープンではプレー以外のイベントでも開催を盛り上げました。さあゴルジョー、前回に引き続き GD オープンの模様をお送りしますけれども、はいはい、まあ、今日も楽しいラウンドが、ね、見れるといいですね。ね、はい、みんな頑張れ頑張れ。打ち下ろしの短めのショートホールですね、はい、12番寺岡さんのティーショット。おお、いい入り方しました。いい感じでゴン、ナイス、素晴らしい、ナイスオン。カップ外せないぐらいの、うん、左打ち側あるいはもう真ん中。3メートルのバーディートライ。おー、うまいうまいうまい、来た来た来た、バーディー、ナイスバーディー、素晴らしい、連続バーディー。13番マダさんの4打目、これなんとしてもね乗せておきたい、はい、ちょっと手前からの音、いいか、ナイスオン。いいですね、いいですね、ナイスオン。まあこういうね、やっぱりちょっとミスでも結果がこう伴ってくれば、うん、ラウンドリズムも良くなってきます、ね、そうですよね、うん、笑顔も出てきますからね、いいですね。江崎さんのパーパット、入れ入れ、でよし、ナイスパー、ナイスイン、うん。14番平井さんの3打目、このユーティリティは結構平井さんね、うん、得意なクラブだと思うのでグリーン近くまで運んでいきたいですね、はい、おい、うん、ちょっと右目ですけど悪くないですね、うん、傾斜を利用して、うん、OK、ナイスショー、 OK。 さあここまでいかがでしょう吉田プロ。そうですね、まあコースも結構トリキーになってきて、うん、やっぱ難しさも出てきてるんですけれども引き続き頑張ってほしいですね。そうですね、はい、さあ来週どうなるのか、ゴルジョまた来週。ゴルジョはゴルフダイジェストオンラインの提供でお送りしました。